SL 人吉は、九州旅客鉄道が、熊本駅人吉駅間を、鹿児島本線、被殺線経由で運行している、蒸気機関車牽引による、臨時快速列車である。矢武駅前の人吉市 SL 展示館にて、生体保存されていた五万八千六百五十四は、復元された上で九百八十八年八月二十八日に、熊本宮所の間運行の快速、SL 阿蘇 ボーイとして営業運転に復帰したが、人吉市に保存されていた縁もあり、年間数日程度 SL 人吉号として人吉発着で運行されていた。このため SL 客車は SL 阿蘇ボーイと共用であった。2005年3月に SL 阿蘇ボーイとして運行中に58,654が車両故障を起こし修復不能と判断されたことから、 この年の当初の運行予定日のうち、SL での運行日は大幅に絞られた上で、8月28日をもって58,654は、運転終了となった。本来の運転日で、SL が使えなくなった日は、デジュー系ディーゼル機関車が、SL 遊ぼう用客車を牽引するデ、ディーゼル遊ぼうい、ディーゼル、人吉号として運行されたが、2005年限りで共に、 運行終了となった。その後、58,654は小倉工場で修復され、被殺船が開業100周年を迎える2009年4月25日からは、熊本人吉間で58,654と、リニューアルした客車による列車が運行開始された。愛称名は、旧来の愛称名から、号を省いた SL 人吉とされた。雑誌などで、 SL 人吉号と表記しているものもあるが、これは語記である。おおむね3月から11月までの金、ね、土日用日宿日及び夏休み期間中に1日1往復運転する。午前中に熊本駅を出発して、昼間に人吉駅に到着し、午後に人吉駅を出発して、夕方に熊本駅に到着するダイヤとなっている。全車座席指定席で、 指定席料金は820円である。2枚、切符、4枚切符で利用する場合も、指定席料金が別途必要。熊本駅から新八代駅八代駅、坂本駅白石駅一小地駅、渡り駅人吉駅2005年まで運行されていた、SL 人吉号、ディーゼル人吉号は、上記の駅の他川尻駅、宇都駅、松橋駅、雄介駅、 瀬戸石駅にも停車していた。SL 人吉 SL 人吉に使用される50系、客車機関車、客車とも、熊本鉄道事業部熊本車両センターに所属する。58,654を使用する。50系、客車700番台3両を使用する。編成内容は、以下の通り、人吉法が1号車。1号車の人吉法と3号車の熊本方に、 展望ラウンジを2号車にはビュフェを備える。SL 日吉での運用にあたり、水戸岡英二のデザインによるリニューアル工事が実施されている。車体は地色が黒色一式となり、各種のロゴが入れられているほか、両端の先頭車の前面下部に窓が新設され、展望ラウンジの視界が拡大されている。車内は客室中央部にショーケースが設置され、 床がフローリングとなり、座席の表地が張り替えられ、一部の座席は表地が本側となった。58,654が検査入場中に客車をデジュー員による団体列車等に当てられることがあり、これまでは改装を含めて通常では走行しない鹿児島本線の人間対も時間の貨物線や筑豊本線などを走行したことがある。ありがとうございます。